左サイドで手を上げたのは安藤直人。那須川がオーバーラップします。安藤のクロス、このこぼれ球那須川、そして右足でのシュート、決まりました。決めたのは大迫です。狙いすましたシュートが決まって藤枝先制、1対0です。左サイド、このクロスがディフェンスに当たります。那須川からのパスを受けた大迫、狙いすまして決めていきました。藤枝先制です。